ます。おはようございます。やってきました、東京マラソン当日朝でございます。どうですか、ちょっと気分が高まってるんじゃないですか。はい、あれテンション低ない、興奮と緊張はね、興奮と緊張は両方、ね、あるという、まあ、なんとも複雑な朝でございます、はい、あの天気はね、あのすごく、まあ、曇りでね、あの気温もなかなか良くて、そうですね、あのなんといってもこの新宿エリア、スタートエリア、うん、外国人がたくさんで盛り上がっております。やってます。独特の雰囲気、帰ってきました東京マラソンって感じですね。お祭り、うん、はい、まあ、今回はラントリップメンバーも総出で走っていこうということなんですが、はい、それぞれの目標をちょっと聞いていきたいと思います。大森さんは、はい、あの私自己ベスト更新、できれば2時間55分を切りたいっていうところが目標です。はい、どうでしょう今日のコンディションは。コンディション悪くないと思うんですけど、はい、なんかその苦しくなるじゃないですか絶対、うんうんうん、苦しさを楽しむっていうことをちょっと裏目標にしてます。ありがとうございます。その裏を表に出していただき、そうですね、ありがとうございます。はい、頑張っていきましょう。はい、カレンちゃんは、はい、私はですね、この S4 で、はい、サブ4を達成して笑顔で帰ってきたいと思います。行ったれ、笑顔ですね、笑顔で、お願いします。頑張ります。そしてみやこちゃん、はい、走れることに感謝して笑顔で、うん、そして無理をしないという約束を書いて、はい、怪我明け初めてのこの長距離であり、スピードもこんだけ出すのは久々なんですけど、うん、目標は公認サブ3と置いて、はい、頑張りたいと思います。おーし、頑張ろう。そしてヨコさん、はい、私もカレンちゃんと一緒に S4 でサブ4、うん、でね、一緒にゴールすることを目標にレース楽しみたいと思います。イエス、頑張って。はい、僕もね、公認サブ3、あの目指していくっていうところと、まあ自己ベストを狙いながらサブ今2時間台で、うん、とりあえず全力疾走、はい、楽しんで行こうかなというふうに思いますので、応援を力にしていきたいと思います。はい、ということで、レースの様子などなど盛りだくさんいろいろお届けできると思いますが、はい、ラントリップチーム全員で無事に帰ってくるように楽しく頑張っていきましょう。はい、行ってきまーす。体の方も今のところ万全にしてきたつもりなので、しっかりとサポートして笑顔でゴールしたいと思います。海外からも多くの参加者が、やるぞサブ4。もう本当に皆さん駆け抜けました。ちょっと感想どうだったのか、大森さんどうでしたか。一応目標の2時間55分切れて、おー、来ました、嬉しい、ありがとうございます。今日のね、東京マラソン全体はどうでしたか。36キロ地点でラントリップの応援団がいて、すごい勇気もらえたし、うん、そこ以外もすごいラントリップのなんか使ってますとかやってますとか走りながら声かけてくれて、すごい、沿道から追いかけてくれて、声かけてくれて、嬉しい、すごい、なんかその去年以上にすごくそのユーザーさんとのつながりを感じられたなって思いました。
素晴らしい、お疲れ様最高でした。そして帰ってきたて本庁来てるお二人、はい、どうでしたか。この S4 でサブ4達成しました。すごい、嬉しい、すごい、すごい、はい、クロスでもサブ4してきた、すごいですね、はい、どうでしたか今日のレース全体を通して。やっぱりなんか海外の、ね、ランナーの方々が帰ってきたと思うので、沿道もそうだし、なんかすごい日本にいるけどちょっと海外の雰囲気を感じるし、なんかなんか、そうですね、カレンちゃんは、そうですね、なんかずっとサブ4しますっていうことを言ってきたので、これまで、ね、それこそ沿道からサブ4しようよみたいな、キリキリとか一緒に走ってる中でも、エスポでサブ4一緒に行くぞとか、そういうふうに声がある人がたくさんいて、すごく勇気もらいました。レース中に泣いちゃったんじゃない？泣いてた泣いたそれこそそのラントリップのチームの36キロ地点、もうそこはちょっと詳しいよ、ね、そこから切り替えてエンジンにかかるようになりましたね。本当にパワーいっぱいもらった時間だったなって感じました。いいです、ね、最高でした。みやこちゃんどうでしたか今日は。はい、私は過去これで4回目になるんですけど、一番楽しい東京マラソンでした。やった、楽しい。怪我明けでよくやったよね。そうなんですよ、全く、ね、こう走らずでギリギリ東京間に合ったって感じで、目標のサブ3には1分45秒届かなかったんですけど、まあ、本当にあの笑顔でゴールするっていうところは目標を達成できたし、それこそあのいつも、ね、30キロから記憶がないぐらいしんどかったんですけど、最後まで記憶バッチリ、みんなの応援にも応える余裕があったので、本当に楽しい一日でした。あっという間だった、あっという間だった。もう全体を通して僕もなんとかネットではサブ3マラソンができて、まあなんとか滑り込めて、追い上げがね、追い上げがね、エッジプラスのおかげでなんとかなったなっていう感じですけど、本当やっぱりあの国際レースだなっていうのがもう第一印象、3万8000人の規模と、そしてあの海外の方が本当にたくさんいらっしゃったので、このランニング好きな人たちが世界中から集まって自分たちの街というか国のね、日本を走ってくれてるっていうのがなんかすごい誇らしくもあったし、なんかそれがすごいワクワクさせられた大会だなと思ったので、やっぱりこれを機にどん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 またね、日本国内の大会が盛り上がってくれるといいなと思いました。ということで、まあ、いろんな、ね、情報とかはライブ配信、はい、お届けをして、その様子もあのアーカイブに残っていきますので、はい、ぜひ、ね、そちらを見ていただければと思います。ということで東京マラソン2023、お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。